はい、ご視聴ありがとうございます。こちらの動画のジャストアキーですが、種明かしなんですけど、まあ、ジャストアキーというね、こちらですね、のギミックになるんですが、ジャストアキーと書いてますね。はい。これはですね、私もマリックさんのね、マジックをテレビで見て、でもこういうのある、本当に、ギミックキーがないかなと思って探してみたら、まあ、あったので購入したということなんですが、種としては、ね、至って簡単ですね。まあ、これ手渡ししてもなかなかバレないらしいんですけども、まあ、ここがですね、引っ張ると開くということなんですよね。で、見てもらうと分かるんですが、開くような形跡は意外に分からないんですよね。ただ演じるのは、まあ、私の演じ方も下手くそで、ちょっと不思議さが全然なかったと思うんですが、マリコさんの場合はこう引っ掛けながら、多分フォークでこう開けてたと思うんですけども、こう揉みながらですね、まあ、柔らかくしたとして、でこの状態でこう入れていきますね。で、まあ、回転させたりなんかしちゃったりして、でここでカチッと止めると。外すときはですね、ここで、まあ、カチッとこっと止めてます。ですね。で、外すときはここで回すと外れるので、あ、ごめんなさい、映ってないですね。ここでですね、こう回すと、ここで回すと外れるので、で、このままこう持っていって、で、抜けましたという感じで、ここを引っ掛ければいいんですけどね。いうことで、ジャストアキーのご紹介でした。チャンネル登録まだの方はね、ぜひお願いいたします。新着動画のお知らせが届くと思いますのでね、次の動画を楽しみにしていただけるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。随時更新していきますので、楽しみにしていてくださいね。